部下に暴言を浴びせたとして脅迫罪で捜査されていた明石市の泉市長について神戸地検は嫌疑不十分として不起訴処分としました。明石市の泉房穂市長はおととし6月、国道の拡幅工事のため行っていた用地買収が進んでいないとして担当の市の幹部職員らに暴言を浴びせていたことが問題となりました。この暴言について脅迫罪で捜査が進められていましたが、神戸地検は今日、証拠を総合的に検討した結果、起訴には至らないと判断しました。不起訴処分に対し泉市長は改めて深く反省しておりますとした上で、風通しの良い組織づくりに取り組み、明石の町のために市長としての責任をしっかりと果たしてまいりますとコメントしています。